この時間は映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物、今日はご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。もしもし町山さん。もしもし、はい、町山です。よろしくお願いします。お願いします。今年最後ですね。はい、そうですね。玉結び、はい、火曜日は、はい、ということで、今年のベスト映画を、うん、選びます。はい、うん、ということでね、うん、こないだまではね、うん、原和夫監督の水俣曼荼羅がベストだったんですよ。こちらでも紹介していただいた、はい、うん、はい、あの水俣病 の、 あの患者の方々のを追ったですね、うん、そういうドキュメンタリーというと非常に重いんですけど、非常に楽しく、元気になる、ものすごい長く対策でなんか、うん、はい、だったんですが、うん、はい、先週今週になってですね、うん、見た映画がすごいんで、ちょっとベストがどれなんだかもう分かんなくなっちゃったという感じです。最後まくってきましたね。まくってきました。はい、はい、でまずですね、スパイダーマン、うん、新作、はい、1月7日公開のスパイダーマンノーウェイホーム見たんですけども、はい、これがねまさかのね、もうボロ泣きになりましたよ。泣く、泣いちゃった。全然予測してなかったですね。はい、でこれはねスパイダーマンをやってる子がですね、トム・ホランド君という、まあ、俳優なんですけども、彼が主演のスパイダーマン3作目になるんですが、うん、このトム・ホランド君バージョンはすごい軽い内容だったんですよ。うんうん、すごくコメディータッチでですね、うんうん、非常に影のない、屈託のない感じだったんで、うん、はい、まさかここで泣かせに来るかっていうね、ちょっと愕然としましたけども、うん、はい、でスパイダーマンホームカミングとが1作目で、スパイダーマンファーフロムホームが、前作なんですけれども、その前作の最後で、スパイダーマンの正体がピーター・パーカーという、高校生なことがバレてですね、うん、まあ、全米のテレビで報道されてしまうっていうところで終わったんですね、前作は。でそこからどうなるかっていう話なんですけど、今回は、うん、あの前半は結構ねいつものコメディ乗りで、特にそのピーター・パーカーを演じるトム・ホランド君がですね、劇中でガールフレンドのを演じるゼンダイヤちゃんとですね実際に付き合ってて、あのそう2人本当にカップルで、あの生活でもあの道端でもイチャイチャしてるんで、あのそのイチャイチャ感がすごい、あのもう若い人っていいですねっていう感じの映画になってるんですが出ちゃってるね、うん、そう出ちゃってるんですよ、はい、ただねこの今回のスパイダーマンノーウェイホームはですね、スパイダーマンシリーズっていうのは、まあ、映画版で超大作で作られるようになったのは2002年からなんですね、はい、はい、でそこからまあ20年間作ってきてるわけですけど、スパイダーマンを全部で7本の映画が作られてるわけですが、はい、はい、その全部の総決算みたいな映画だったんです。今回はもう20年間スパイダーマンの歴史の、うん、まあ、総決算でした、はい、でですね、うん、まず最初のスパイダーマンというのはサム・ライミという監督が作った3部作で、はい、主人公のピーター・パーカーをトビ・マクガイアという俳優が演じたシリーズがあるんですけれども、はい、まあ、これを便宜上スパイダー1と呼びますが、はい、でそのややこしいスパイダー1の2作目スパイダーマン2に出てきた敵役、敵役ですね、うん、のドクター・オクトパスという怪人が今回出てくるんですよ、はい、で予告編でもまあ、ご覧になった人は分かるようにですね、まあ、体中にロボットの触手をつけたタコ親父でですね、はい、それで車をバンバン投げながら大暴れして襲ってくるんですけれども、はい、はい、で予告編見てるとねもう一人悪役が出てくるんですよ、はい、それは2代目のスパイダーマンがいまして、はい、これはアメージングスパイダーマンシリーズと言われているもので、アンドリュー・ガーフィールド君がね演じてるんですけども、うん、はい、それまあアメスパと言われてるんですけど、はい、一般にはね、うん、はい、このアメスパの2作目に敵として出てきた怪人が今回出てきてるんですよ、うん、はい、うん、それはあのジェイミー・フォックスというまあアカデミー賞俳優がアカデミー賞俳優なのに演じてる電気うなぎ男、エレクトロなんですね、うん、はい、体中からものすごい高圧電流を流す怪人なんですけど、それが出てきてて、その別のシリーズ、つまりそのスパイダーマンシリーズっていうのは一つのつながりじゃなくて、その3つが完全に並行して存在するものなんですよ。うん、
だからなんていうのかな、つながってないんです話は、うん、あ それは違うんですね、うん、アメスパと最初のそうです、世界が全然違って3人の、俳優がピーター・パーカーを演じてるんですけども、うん、それぞれが全然違う関係がないんですよ、うん、ね、ところがその関係ないはずのシリーズに出てくる敵役が敵敵役が今回出てきちゃうんですよ、うん、これなんて言ったらいいか、だから戦隊シリーズって互いに関係がないじゃないですか、はいはい、スーパー戦隊シリーズ、はい、それなのにあるスーパー戦隊シリーズの悪役が別のスーパー戦隊シリーズに出てくる感じなんです、はいはいはい、うん、でこれはね、まずその前に一回やってるんですね、そういうことを、スパイダーマンシリーズは、うんうん、でアニメ版の、スパイダーマンスパイダーバースっていうのがあるんですよ、はい、これアニメなんですけど主人公ピーター・パーカーじゃなくて、まあ、ラテン系のアフリカ系の高校生が主人公なんですけれども、うん、そこではですね、その漫画いろんアメそのアメコミのコミック版のスパイダーマンっていろんなスパイダーマンがいるんですよ、実は、はい、あの女の子のスパイダーマンもいるし、ね、うん、それでは女の子も何人かいて日系人の女の子のスパイダーマンもいたりするんですよ、へ、うん、であとおじさんのスパイダーマンもいたりするんですが、そうなんですね、それが全部一箇所の世界に出てきちゃうって話がそのアニメ版のスパイダーバースって話だったんですね、はあはあ、でそれはどういうふうに説明されるかっていうと、そのパラレルワールドなんだっていうふうに説明されるんですね、うん、つまりあらゆる世界の可能性があると、それがみんな平行世界として存在するんだけど、そこにバラバラに存在するスパイダーマンが一箇所に集まっちゃったっていう話になってるんですよ、うん、だから仮面ライダーシリーズって互いに絡み合ってるようで合ってないじゃないですか、はいはい、ね、はい、あれと似た感じなんですよ、なるほど、はい、ただ時々仮面ライダーって全員大集合ってやるでしょ、はい、世界が平行したはずなのにねでウルトラマンもは、まあ、つながり一つながりにある程度なってて、それも全員大集合ってやりますよね、時々ウルトラマンって、はい、あれと同じような感じなんですよ、なるほど、あのお祭り感がすごく強いんですけども、うんうん、ただ今回のノーウェイホームでは悪役がまず出てくるんですね、はい、いろんな世界の、はい、でこれで一体何をやろうとしてるかっていうと、スパイダーマンとは何かって話になってくるんですよ、うん、っていうのはね、うん、まずスパイダーマンというのは他のスーパーマンとか、スーパーマン宇宙人ですね、はい、あとバットマンやアイアンマンはあの大富豪なんですけども、はい、うん、そうじゃなくてスパイダーマンなるピーター・パーカーっていうのは本当にそこらの普通の高校生なんですよ、はい、でそれが突然すごい力を持ってしまったっていう話なんですね、はい、はい、で主人公のピーター・パーカーは、まあ、科学者を目指して勉強してる高校生なんですけど、両親を亡くして貧乏なんですよ、はい、でクラスではスパイダーマンになる前は全く目立たない存在だったんですね、うん、で特にその原作とか一作目だといじめられっ子なんですよ、うん、そう暗くて、はい、まあ、両親を亡くしてるからまあ暗いわけですけども、うん、ね、でもう本当に目立たない存在だったのが突然スパイダーマンとしての力をあの身につけてしまうという話なんですが、スパイダーマンシリーズの敵悪役も大体そんな感じなんですよ、はあ、っていうのは例えば、うん、そのドクターオクトパスという怪人はもともとはピーター・パーカーと同じような科学者だったんですね、はい、それがタコみたいなマシンを身につけて戦車みたいなパワーを身につけるんですけども、うん、そのパワーに心を乗っ取られちゃうんですよ、つまり全能になるから、それによって、うん、ね、でしかもそのピーター・パーカーと同じで事故で肉親、まあ、妻を失っていて、それに自分のその妻を失ったことの悲しみと怒りが暴走して、そのスーパーパワーと、まあ一種結合してですね、ニューヨークを大破壊する怪物になっちゃうんですね、ホットオクトパスっていうのは、うん、これスパイダーマンももしかしたらそうなったかもしれないわけですよ、うん、ね、うん、で、あとエレクトロという怪人はもともと電気の配線工事労働者の人で、うん、やっぱりピーター・パーカーみたいな感じで気が弱くて非常に影の薄い男で孤独 でしかも孤独だから世間に対する怒りを秘めていた男なんですよ、うんうんうん、それが高圧電流を操る超能力を身につけたことで、その自分を無視してきた世間に対する復讐を始めるんですね、うん、そういうことか、うん、はい、だからスパイダーマンの敵というのはみんなスパイダーマンがもしかしたらなってしまったかもしれない人たちですよ、うんうんうん、ね、スパイダーマンは貧しさやその不幸や孤独を背負った少年なんでね、うん、でもし彼がスパイダーパワーに
心が負けて、その自分の怒りや欲望を満足させるためにパワーを使ったらどうなったかというのがスパイダーマンの敵なんですよ。ああ、一歩間違えれば自分もそうだったという思いはあるんですね。そうなんです。それが他のスーパーヒーローものと決定的にスパイダーマンの違うところで、スパイダーマンの敵は大抵鏡に映ったスパイダーマンのダークサイドなんですよ。で、それを今回すごくテーマとしてはっきり打ち出してます。はい。だから、あのサンドマンというね、体が砂になってそのいくらでも大きくなったり流れたりすることができる流動体人間がいるんですけども、うんうん、そのサンドマンがですね、前の登場した時にね、俺は悪い人間じゃないんだよ、運が悪かっただけなんだって言うんですね、うん、それはスパイダーマンの敵にみんな共通するところなんですよ、うん、でその辺をねぐいぐい突っ込んでいくんですよ今回の映画は、うん、はい。でね、ただじゃあなんでピーター・バーカーがそのスパイダーマン になったのにその能力を自分のために使わなかったかっていうと、その彼には父親代わりにそのピーターを育てたおじさんで、ベンおじさんというおじさんがいまして、はい、その人が死ぬ前にね、その偉大なパワー、すごいパワーを持った者にはそれだけの責任が伴うんだという言葉を残してるんですよ。でそれが彼の心の中に突き刺さって悪の道に進まないんですね、ピーター・パーカーは。ただその今までのどのスパイダーマンもそのベンおじさんであるとか、うん、その親友を失ったりね、トビー・マグガイア版 の, その最初のスパイダーマン親友を失うんですけども、で、アメスパのアンドリュー・ガーフィールドはまあ愛する人を失っちゃうんですけれども、うん、そうやってもうスパイダーマンになったがゆえにその、まあ、愛する人を次々と失って、いくんですね。だ、悲劇の物語でもあるんですよ、うん、でそうしたスパイダーマンの20年間 の, その歴史みたいなものドラマを、うん、今回のノーウェイホームは全部受け止めるんですよ、見事に。でその今までこうずっとつながってきたスパイダーマンの悲しみであるとか、うん、そういったものをがっちり受け止めて、うん、しかもそれをねものすごく優しく切ないやり方で美しく着地させるんですよ。もう本当に涙がボロボロ出てる。着地どこにどういうふうに着地すればいいんだろうな、本当、ね、それをご覧になってくださいよ。なるほどな。いや、はい、今までの敵は総出演でどんちゃん騒ぎの、うん、ね、ド派手な映画になるかなと思いきや前半コメディなんですよ、うん、すごいですね。そう、そこからものすごく切ない展開に行くんで、まあすごいですね。ただ1作目とのスパイダーマンと2作目とアンドリュー・ガーフィールド版のアメスパは見といた方がいいと思います。なるほど、はい、そうしないと彼らが背負ってる悲しみが一体何なのかわからないんです。あ、なるほど。それはぜひ見といてください、はいはい、ということでノーウェイホームがもうベストなんですが、はい、もう一本ベストがありましてですね、はい、それがね、あの劇団ひとりさんが監督した浅草キッドなんですよ。はい、でこれネットフリックスでね、もうすでに配信済みなんですけど、はい、ご覧になりました？見ました。見ました。すごかったですねこれ。いやー、すごい、かっこいい、うん、すごかった。これね、これまあ原作はその1988年にビートたけしさんが書いた自伝小説で、はい、まあ大学を中退してフラフラしてたたけしさんが、あの浅草にあったフランス座というストリップ劇場で、まあ、バイトをしていた時に、うん、そこでコントをやっていた実在の人物ですが、深見千三郎さんという、芸人さんに弟子入りして、まあ、修行して、そこから漫才師として、まあ、デビューしてっていう話なんですね、うん、はい、それが浅草キッドという、まあ、小説なんですけども、これもねスパイダーマンとよく似てるところがあってですね、うん、今まで3回映像化されていて、たけしさん役は3人いるんですよ。ああ、そっか、なるほど。たけし1、たけし2、たけし3なんですよ、うんうん、ね、で1作目はね天宮亮さんで、まあ、タップダンスをするシーンがあるんで、はい、彼タップダンサーなんで出てきてるんですけど、2代目はなんとね浅草キッドの水戸橋博士なんですよ。へえ、彼がたけし師匠であるたけしさん役を演じてるんですよ。ね、うん、だアメージングたけしという感じなんですけどアメタケなんですが、で今回は劇団ひとりさんの監督版では、柳楽優弥さんがたけしさんを演じてるんです。すごいですよね、これが。すごい、うん、
これがすごい驚いた。一瞬あれあれご本人の映像を使ってると思っちゃうぐらい。そう、現在のたけしさんの部分は特殊メイクなんですけども、うん、その若い頃の修行中のそのたけしさんを演じるところがすごくて、うん、ご覧になりました？見ました。あそっか、赤井さんはまだですよね。あ、見ました見ました。あ、見てるんです、うんうん、はいはいはい。これすごいのは、うん、何にもしないで立ってるだけでもたけしさんに見えるんですよね、柳楽さんが。そう、角度かな、首の角度とかも全部研究され尽くしてるというか、うんうん、その通り立っててシルエットが見えるだけでたけしさんなんですよ。そう、で、と楽屋のその座敷みたいなところに座ってるだけでもたけしさんに見えるんですよ。だって顔はね全然もう柳楽さんだから似てはいないんだけど、うん、顔自体は似てないんですけど、骨格というかもう体型の作り方で完全にたけしさんなんですよ、うん、これすごいの。あとね、喋り方がすごいんですが、たけしさんのなんていうかちょっと詰まる感じ、はい、なんていうか詰まり方まで完全にたけしさんなんです、喋り方が、はい、あれすごいですよね、喋り方が本当に、うん、若い頃のたけしさんっていう、すごいコピーされてますよね。これね、たけしさん演技指導でね、うん、松村邦洋さんが入ってるんですよ、ね、最後それ分かって、ね、ああなるほどっていう、うん、そう、松村さんがずっと現場にいて、その全てのシーンで演技、たけし演技指導をしてるというすごい職業ですけどね。でもなんか柳楽さんがやってるのは別になんかモノマネじゃないんですよね、なんか、うん、モノマネじゃないの、そう、内面的な部分なんですよね。そうですよね、だそれがすごいなと思って。そう、すごいんですよ。たけしさんがすごく、たけしさんってギャグ言うとき自分で笑っちゃう癖があるんですよ、はいはいはい、そこまでコピーしてんの。いや完璧だったもんな、漫才これですよ。その男凶暴につきとかでギャグ言うときに自分で笑っちゃってるんですけど、はあの感じとかまで掴んでてすごいんですけど、うんうん、これね、アカデミー賞もう取るべき演技でしたね、はい。ただアカデミー賞候補の条件に入ってないんですけどね。だからどっか一回劇場で公開しちゃえば、劇場でこう、アメリカの劇場でやってないからね、うん、はい。でもね、それでもね、僕はね実はすごく感動したのは、はい、たけしさんの師匠の深見千三郎さんなんですよ、はい、で大泉洋さんが演じてるんですけど、彼はその頃ですね、ストリップ劇場っていわゆるボードビルということをやっていて、そのまあ、ストリップの裸の踊りがあるとその間にコントがあったり、ね、芝居があったり歌があったりするようなそのバラエティーショーだったんですね、もともとその頃の、昔 の、 その、寄席と言われるようなものっていうのはね、うん、で寄席っていうのはもともと寄せるって意味でいろんな芸が寄せられているものだったんですよ、うん、はい、曲芸があったりね、うん、はい、でそれの伝統を守り続けているのは深見千三郎さんなんですよ、うん、でところがそれがこのたけしさんが弟子入りした頃にはもう滅びつつあるんですね、うんうんうん、テレビに押されてしまって、うん、でも彼はテレビに出ないでその寄せ芸を守り続けようとしてる人なんですよ、深見千三郎さんは、うん、でそのまあ大泉さんの演技といいですね、プライド素晴らしかったですね、うん、俺たちは笑われてんじゃねえんだよ、うんうん、笑わせてんだよ、うんうん、っていうまあもう本当に芸人としてのプライドが本当に素晴らしくてですね、ただ僕自身はすごくこの映画を見た時に、本来だったらたけしさんの方にこう、まあ、観客は感情移入して見る人が多いと思うんですけども、はい、もう僕は深見さんの方にしか感情移入できない年になっちゃってるんですよね、うん、それはこの深見千三郎さんは亡くなったの59歳なんですよ、はい、あ、今浅草キッドが流れてますけど、うん、僕同い年なんですよ。なるほど。でこの頃のその寄席というのはその要するにお笑いあり、ね、涙あり笑いあり、あとね時事コントもよくあったんですね、昔時事漫才、うん、ね、その時々のニュースをね、牧伸二さんとかが、批評するっていうのが結構あって、つまりテレビっていうのはその寄席でやってたことをバラバラの時間帯にしたのがテレビですよね、うん、バラバラの番組にしたのが、うん、寄席はそれを2時間か3時間ぐらいしてんだと、テレビの全番組を、うんうん、ね、
でもそれは僕にとっては雑誌がそうだったんですよ。雑誌ってほら笑える記事があって、うん、エッチな記事があって考えさせる記事があって物語があってって寄せじゃないですか、はいはい、僕はそれが作りたくて雑誌界に入ったんですけど、うん、雑誌の編集者をやったんですけど、うん、雑誌も今滅びつつあるわけですよ、うんうん、だってキオスクなくなっちゃったし、そうですね、コンビニに雑誌置いてないし、確かにそうだ、うん、だから僕はね深見さんが寄せとともに滅びていくのはね、うん、自分がの雑誌というジャンルが滅んでいくというもうこのものすごい辛い感じとね、うん、ダブってもう辛くて見てられなかったんですよ。なるほどな、そういう思いでね、なるほど町山さん。でしかも59歳でね、うん、はい、もう終わりかなと思いましたね。いや早い結論が早い。そうですよ町山さん、それははい、はい、ということでね、まあ、見る人によってもう全然違うと思うんですけども、うん、とにかく浅草キッドすごかったですよ。すごい、はい、もうぜひご覧になっていただきたいと思います、はいはい、スパイダーマンノーウェイホームは1月7日からの公開、そして浅草キッドはネットフリックスで配信中でございます。いや町山さん、じゃあ本当今年も1年ギリギリまですごい映画が出てきましたね。はい、うん、もう来年還暦ですよ本当にもうそっか、はい、じゃあ来年ね還暦の町山さんも来年もよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よいお年を。玉結び玉結び